はい、どうも、くまさんでーす。今日のニュースはこれ！はい、習近平が脳動脈瘤で行ってしまいそうですね。この大ニュース流れましたね。もう YouTuber も Twitter も大騒ぎになりました。はい、この件についてね、ちょっとね、くまさんの見解を述べたいなというのと、あとですね、これもすごかった。ウクライナ政府、バイデンとですね、ズブズブに繋がっているんではないかと、ウクライナ疑惑と言われているウクライナ政府がですね、なんとバイデンの汚職情報を公開して、各国の法務機関にその証拠を渡してしまうというですね、えらい情報が入ってきました。で、これに関しても各 YouTuber さんとですね、Twitter がもう大荒れに荒れてまして、バイデン積んじゃうんじゃないな、これガチで終わるんじゃないのっていう話出てましたね。これに関してもね、クマさんの見解言わせてください。で、これ二つともですね、一般的に言われてる見解とクマさんの見解ちょっと違うんですよ。ちょっと違うんです。本当ですかって多分、思ってしまうと思うけど、クマさん割と確信を持って今回お伝えしたいと思うんで、これぜひ聞いてほしい。で、その前にね、一個だけね、見てほしい動画があるんだけど、はい、ガナハさんなんですけど、今日ガナハさんがですね、今日というかもう日付変わってるから、昨日か、ガナハさんがですね、有本香里さんのですね、ニコ生放送チャンネルにね、出ましてですね、ゲストとしてね。で、まあ、今日のガナハさんもすごかったね。もうね、もうえげつない情報を出してました。で、これね、見たらね、再生がね、まだ一番再生クリックされてないから、ちょっともっと見てほしいと思って、ちょっとこれ告知のためにちょっと動画にさせてください。でね、これね、全部流すわけにはいかない。流すわけにはいかないんだから、いけないから、有本さんすいません。ちょっとだけね、この動画の情報をクマさんに伝えさせてください。ちょっとだけ、ほんと一部分だけ聞いております。でもこの一部分だけでもすごい情報だと思います。ね、この動画の中でですね、言われていたのが、ポートランドの話がちょっと出まして、これどこかっていうと、黒人の方がですね、白人の警察官の方にですね、撃ち殺されてしまうという事件があったじゃないですか。あれが起こったのがこのポートランドなんですよ。で、このポートランドがえらいことになってます。死亡者は BLM です。BML か。BML がもうえらいことをしてるんです。何をしているのか。はい。黒人が殺された場所ありますよね、と。したらね、この場所をですね、サンクチュアルにしようと。聖域にしようと。このね、この BLM が行っている行動の活動のね、聖域にしてしまうということで、何をやったかというと、行動でバリケードで塞いで、そのエリア一帯をね、バリケードで塞いで、一般人とか警察がね、入ってこれないようにしてるんですよ。で、中はもうほとんど無法地帯よ。もう、北斗の拳とかさ、ウォーキングデッドとかさ、ああいう漫画とか映画とかで見たでしょ。ああいう状況になってるんですよ。アメリカの一つの街が。でね、なんかね、ここから先はもうアメリカではないみたいなね、看板があったりとかしてね、もうえらい状況になってて、でね、警官は何やってんだということなんですけど、警官もね、危なくてもう入れない。だから、この中にもし入りたいならば、何かあったとしても警察官も助けに行けないと。自分の身は自分で守れみたいな状況になってるんですよ。銃持ってるやべえ奴らがうろついてるのに、何かがあっても警察官がもう来てくれないんですよ。もう完全無法地帯、完全無法地帯になってるんですよ。で、この話を聞いたね、有本さんがちょっと怒って、政治家は何をやってるんですかって言ったんで、そりゃそうだよね、その地区の政治家何やってんのって言ったら、政治家はむしろ応援してますって言ってる。マジで、いや、民主党がね、強いところだから、もうむしろね、政治家が応援してるんですって、その状況を。ありえます？完全に無法地帯なんですよ。やばいでしょ。警察も手が出せない。もう中で何が起こっても警察も踏み入れない。政治家は何なら応援している。うん。で、中にはもう銃を持ったヘズマリューみたいなやつがうろついてる。これ要するに、渋谷のさ、スクランブル交差点でさ、何か事件が起きてさ、で、そこで起こった人たちがバリケードを築いて、もう警察は入るだろう。警察が入ったらぶち壊すだと。うん。で、この中で何が起こってももう警察も助けられない。なんだろう、政治家も二階君みたいな政治家がですね、中には手を出さない方がいいよ。というか、うわ、元気な若者が応援しているよ、みたいな形になっちゃってるって、今アホみたいに言ったけど、そういう状況がすでに起きてるんですよ。で、これをね、ガナーさんが報じてくれてるの。でね、写真を見たでしょ。写真を見ながら言ってくれてるんだけど、その2枚目の写真を見送った時ね、でね、中に入ってみたんですけど、って中に入ったんですか、ガナーさんと。あんだけ無法地帯って言ってて、で、中の状況もやばかった、確かに。もうね、これね、もうニコ生では流すような動画じゃなかったんですよ。これ NHK がね、50万くらいの特番組んでね、話さなきゃいけないんですけど、もうあいつらやんないよね。もう、なんかね、そんなね、世界中がなんだろう、注目している情報をですね、ニコ生じゃないと流せないという状況が今のマスコミの低たらくです。やばいよね。マスコミ自身がさ、日本のマスコミっていうのは、なんか、報道の自由が全然ね、守られていないということを言ってましたよね。うん。確かに守られてませんね。ね、お前らの言う通りだよ。もう、日本のマスコミ最下位じゃないかな。こんな世界中がね、報道するような状況をですね、個人のね、フリージャーナリストがね、一生懸命携帯で撮ってきた画像をみんなでね、日本中の人間が見てですね、うわ
マーって言ってるっていう状況ですよ。もうマスコミ死にましたね。終わりましたね。だから皆さんこれね、これ、アリマスさんのね、これね、これ、800円かかるけれども、これね、契約して見た方がいい。もう断言できるぐらいのすごい映像なんで、もうニコ生見ましょう。ニコ生見ましょう。ただね、一個だけ注意してほしいのが、ニコ生でもね、やばい番組があるんです。これね、昨日ですね、100と直樹チャンネルで起こったですね、放送事故が起きました。この話もちょっとだけさせてください。これあれですね、ヤクザの親分がですね、風俗のポン引きをやってるね、末端の構成員に向かせて撃ち殺したという、そういう、嘘だよ、嘘ですよ。ちょっとこれ、言い訳させて、これ昨日、ね、もう恥ずかしい。言い訳させてください。まずね、ヤクザさんが持ってるこの銃ですね、これね、当然面白いです。6歳の子であれば自由に遊んでいいよというですね、当然弾も入ってませんしね。ヤクザさんどう考えても6歳超えてますから、これヤクザさんが持って遊んでもいい銃なんです。これ面白い銃なんです。はい、もうなんならね、これ銃がね、本物だったとしても、弾が入っていても、この銃口が向いているのはもうこれ変態ですからね。もうこんな変態でも、もう撃ち殺してしまえばよかったのに。そうすればあんな放送事故起こらなかったのに。ちょっとだけもうちょっと言い訳させてください。言い訳をさせてください。もうで、これ、クマさんね、昨日、まずこの格好について、この格好について、クマさんはですね、昨日ですね、まあ、ヤクザのとこ行ってきたんですけど、格好は長陽さんのようにですね、ちょダンディーな大人を気取ろうと、カジュアルなダンディーを気取ろうと、ちょっとおしゃれをしていたんですね。セーターを2枚とか着てですね、ちょっとおしゃれをしていたんだけれども、ホテルに入ったらね、この神様がね、この銃を持った神様がですね、クマさんよく来たねと、これを着てって言ってね、出てきたのが、この全身タイツね、この全身タイツの、このリラクマかな、これ、クマの被り物だったんですね。あ、これを着るんですね、神様。こういう扱いで行くんですね。いいですよ、神様が言うからいいんだけど、なんか、及川さんと扱いが全然違うとか、いろいろ考えることがあったんだけど、神様が着ようというのは着るんですよ。だから着ようと思ってですね、セーターを、もうクソ熱いんだよ。この日はもうすでにクソ熱かったんだね。セーターを脱いで着ようとしたらですね、そのままでいいからって言うんですよね。脱がせていただけませんか、神様。これ、結構ちゃんとした生地を用意してくださってしまったんだね。これね、こんなんかポッカポカなんだよ。なんなら腰痛かったからね、熊さんね、北海道腰に貼り付けてたから、もうね、この中ポッカポカなんですね。で、結果何が起こったかっていうとですね、もう、汗がね、滝のように流れてね、止まらないんだよ。もうなんならね、これサングラスね、もう湯気で曇って見えてないからね、熊さんね、もうカメラがどこにあるかもようわからんし、なんか、パソコンの画面でね、いっぱい皆さんがコメントくれてたんだけど、そのコメントも全然読めねえし、なんかもう霧の中で一人で喋ってる、そんな状況だったんですよ。で、これはまずいと。これガチで脱水症状になるんじゃないかなと思って、これね、一人に対してはありえないくらいのこれペットボトルあるでしょ。はい。もうありえないくらいのね、水分を用意していただいたんですよね。でね、これ飲もうと思って、これ飲まないとやばいと思ったらね、クマさんね、顔を隠すためにマスクをしてたでしょ。ペットボトル飲めないんだよ。ストローがいりますね、とかね、ボソッと言ったらですね、優秀なスタッフの方ですね、すいませんってストローを用意してくれたんですよ。で、これありがたかったんだけど、あいつ、あのバカ、なんだっけ、北欧の方の女子高生のバカ、グレタ、ごめんなさい、グレタさん、バカで言ってごめん、グレタさんですね、グレタさんがですね、エコエコ言ってるじゃん、エコとか言ってるでしょ。そのせいですね、今、世の中のストローが全部ですね、紙に変わってるんですよ。で、なんか、私のストローも紙でした。ね、なんか、短いなと思いながらですね、こう、ペットボトルに刺したんですよ。それ、まあ、もうギリギリ、もう超ギリ、これ見て、これ、蓋してるのに中にストローあるでしょ。もうギリチョンだったんですよ。でも、飲めないことはないから大丈夫かと思ってたんだけど、見てこれ、放送時間3時間ね、ペットボトルの中にね、ストローを刺してた。どうなるのか。ストローがね、ふにゃふにゃになっちゃってね、だんだんね、ペットボトルの中に沈んでいったんですよ。でね、これ、飲めないよってなってですね、クマさんね、動画の中でね、多分見ていただいたらわかるんですけど、クマさんね、横でね、百田さんが一生懸命喋ってくれてるのにね、クマさんね、ペットボトルの入り口をね、カリ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 やってるの。カリ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 やっててね、もう中からね、沈んでいくストローをなんとかね、救い出そうとしてね、もう、なってるんですよ。そんな動画を映されてしまいました。申し訳ない。百田さんが喋ってるのに素人が無視をするという、これ本当にごめんなさいというのもあったしね、あとね、もうそれ、ストローね、取れたんだけど、なんかふにゃふにゃで、ね、水がほとんど飲めないんですよ。だからね、クマさんね、焦ってね、あわあわしてね、結果ね、このペットボトルをひっくり返す。生放送中にペットボトルをひっくり返してね。そんな事故もありました。でね、これ見てこれ。テーブル結構立派で超でっかいテーブル。これ見てこれ。水で濡れてるでしょ。あのね、すごい量の水が出てたんです。まともに飲めてなかったからね。えらい量の水がね、ドカーンって流れてね。しかも生放送中から風化にもいかないでしょ。結果ね、テーブルが水浸しの状態のまま、放送されてしまうというですね。これも事故ね。もう、ごめんなさい、ヤクザさん。でもね、なんかね、みんなを倒しちゃうんですよ。なんか用意してきたエロいネタを喋りますねとか思ってですね。まあ、アメリカ大統領選挙の話なんかする気なかったからね。もう政治よくわかんないしね。だからね、カマラ・ハリスはエプスタイン島出身とか言ってみたんですよ。言ってはね、百田さんの顔がね、切って変わってね、これも動画で映って見ていただければわかるんだけど、これ肌
出しちゃダメなんで、あ、そう、バンされる可能性ありますもんね。あ、この手の話ダメなんですか。いや、いっぱい言うし、いや、数年前にね、多国籍キャバクラでカマラ・ハリスを見たとかね、そういう話をしようと思ったんだけど、いや、これ困った。困ったっていう形でね、テンパりまくってですね、テンパりまくった結果、百田さんに銃を持たせると、そういうことになってしまいました。もう本当すいませんでした。もう本当ね、これ見てこの違い、この知的なお二人とですね、知的、こちらは知的なんでこっちはバカっていうですね、もうこれ同じアメリカ大統領選挙の話をしてると思えない絵面なんですよね。だからね、こっちは見て、こっちはね絶対見なきゃいけないんだけど、こっちはですね契約はしていただきたいんですけども、来週ね及川さん出ますから、来週及川さん出るから、これは契約をしてほしいんだけど、この動画は見るな。見るな。熊さんね、おそらくね、一生分の恥をここで書いてますので、もう絶対に見ないでください。お願いします。ちょっとごめんね、もう終わろう。ダメだ。ごめんなさい。ちょっと今力尽きそうなんで、本題行こう。どんだけ時間取ってんだ、おい。本題行きますね。あ、まあ、行きますよ。まずね、これ今日のニュースがこれすごかったんですよ。路徳社さんが、中国のね、習近平がですね、なんと、脳動脈瘤で入院をしたぞと。やばいぞ、命がやばいんじゃないのかっていうね、もう、スクープを出しまして、これでもう YouTube とね、ツイッターが大騒ぎ。これはどういうことなんだと。これはもしかして、アメリカに対してやりすぎた習近平を、ね、中国の長老たちがね、罰するために、もう習近平を降ろすためにですね、やったことだと。もしくはね、もう暗殺されていないんじゃないのかとかですね。もしくはですね、習近平が雲隠れをして、アメリカに対する対抗手段を考えてるんじゃないのかとかですね。もういろんなですね、もう、憶測がね、YouTube とね、ツイッターでいっぱい流れてまして、これ何が本当なんだろうねっていうところなんだけど、熊さんの予測言わせてもらっていいですか？これね、多分ね、大した話じゃないです。おそらく大した話じゃないです。なぜかというとですね、まずね、中国の国家主席をやった長老たちってみんな長生きじゃないですか。はい。長生きなんですよ。で、あの人たちってのは自分の健康に対しては異常なくらい気を使ってます。で、習近平も当然今異常なくらい気を使ってます。で、その人が、もう致命的な状態になるまで脳動脈瘤に気がつかないなんてことはまずないんです。おそらく入院したのは本当らしいので、脳動脈瘤があるのはおそらく間違いなく本当だと思います。しかし、ずいぶん前から多分ね、発見されていて、初期の段階から発見されていて、で、命の危険がないような形で何度か多分治療が行われていると思うんですよ。多分だよ。うん。で、何度か治療が行われているんだけれども、今回ある意味根治をさせるために、まあ入院も必要だねということで入院になったと思うんです。でね、今回この情報っていうのは多分ね、隠されていたはずなんで、まあ決して、表に出したい情報ではないじゃないですか。だから隠されていたんだけれども、これをね、路徳社さんがすっぱ抜いてしまったという、それだけの話だと思うんです。要するに、それほど重くない病気で治療中なんだけれども、一切今まで出てこなかった情報を、スーパーね、マスコミのね、路徳社さんがすっぱ抜いたと。で、今までこの情報ね、目に触れたことなかったですから、もう世間が大騒ぎっていう状況になったっていうことだと思います。入院をして手術をするのはね、確かだと思うんだけど、結果的に命がなくなるというような状況にはなってこないと思います。で、路徳社さんもね、記事の中でそれを匂わしていて、今回のね、この情報がリークをされた後に、習近平はね、プーチンに電話をしてるらしいですね。プーチンさんに電話をしてる、ロシアのプーチンさんね、電話をしてるらしいんですけれども、この目的は3つあると書いてます。コマさんもね、この通りだと思います。まずね、プーチンに何て伝えたのか、プーチンよと、俺の体調は大したことないと平気だよと、だから心配するなよ。というかね、俺が弱ってね、もう死ぬかもしれないっていう、その、嘘の情報に騙されて、変な行動を起こすなよっていうことをプーチンに言ったんです。で、二つ目はですね、中国共産党内の人間に対してですね、プーチンは自分たちの人間であるよということを伝えてるって書いてるんですね。これもその通りだと思ってて、プーチンさんってね、ちょっと相手が弱ったなと思ったらね、なんかいろいろかすめ取りに来るでしょ。これでね、中国が弱ったなと思ったらですね、電気流すのやめようかなとか言っちゃったでしょ。うん。こういうことをですね、やってくる可能性あるんですね。習近平が入院したと。もしかしたら命なくなるかもしれないってなったらですね、もうプーチン多分ね、攻めてくるんですよね、おそらくね。でもね、プーチンがおかしな行動をしたからといって、プーチンはこっち側の人間なんだから、お前らね、俺が目が覚めたらですね、なんかロシアと戦争になってたとか、そういう状況には絶対するなよってことをおそらく言ったはずなんですよ。そして三つ目っていうのがね、アメリカ人に対してのメッセージもあったと思うんですね。これも間違いないと思います。で、プーチンは自分たち側の人間だからなんだから、軽率な行動をするんじゃないよっていうことを伝えたって書いてあるんだけど、これもその通りだと思っていて、プーチン、ロシアは中国共産党側の人間なんだよと。だからプーチンがちょっとした行動を起こしたとしても、それを見たんですね、アメリカがですね、お、プーチン動いたぞと、じゃあ俺たちも動こうみたいな感じですね、簡単に動くなよと、プーチンは俺たち側の人間なんだからな、っていうことを警告したっていうこと。こういうこと書いてるんですよ、路徳社さんが。うん。で、これの狙いっていうのは、そういうこと、習近平っていうのは、
今回その命を脅かされるほどの状況ではないっていうことは、熊さん的にはもう間違い、これ熊さんの妄想よ。そんなこと言ってる人誰もいないからね。もう熊さんだけの妄想なんだけれども、おそらく今回のニュースで習近平がね、こうね、もう命を落としたとかね、もしくは国家主席が変わったとかね、そういうことはおそらくありえないと思います。中国の国家主席が変わるのってね、結構大変な状況だから。民主主義の国がね、選挙でね、トップを変えるというのはもう訳が違うくらい大事になる。大事になりますから、こんな形でね、トップが交代するとは熊さんには思えないんです。思えないんです。だからいろんな状況とかそういうことを総合すると、今回習近平っていうのはもともと脳動脈瘤があって、しかしそれはそんなに命の危機を感じるようなものではなくて治療中だったと。その治療で今回は入院が必要な治療を行った。それだけの話。だと、熊さんは思ってます。だから、これに関してはね、あまりもう取り上げるつもりもありません。多分ね、結局あの話何だったんだろうね、と、正月が明けてですね、2、3週間経ったらですね、元気な姿をね、習近平多分ね、見せてくれる、いや、見たいという話ではないよ。見たいという話ではないよ。それは変わってほしいんだと、まあ、所詮ね、多分ね、変わったところでね、中国共産党ですから、だから習近平をね、下ろしたから、アメリカさん許してって中国共産党が言ったところでですね、アメリカは絶対に許しませんから。いや、そんな許されたら困るよ。別にトップが変わったところで、中国共産党が崩壊してもらうと困りますからね。トップが変わったところで絶対にアメリカは許しません。というわけで、どう転んでもですね、そんな大したニュースではないのかなというふうに熊さんは思っております。はい。でね、こっちなんですよ、熊さん。これね、ウクライナ政府がね、このバイデンがやった汚職情報をね、世界の各法務機関に送付したでしょ。で、これはですね、ワンチャン大ニュースだと思ってます。これやばいくらいのニュースだと熊さんは思ってます。でね、これね、二つのね、ニュースがあってですね、これウクライナ政府が公式な情報としてバイデンの汚職情報を公開したっていう方法と、ウクライナのね、一議員がね、ちょっとした勇み足で流したっていう二つの情報があるんですよ。で、もしね、一議員がね、勇み足で流したならば大した情報じゃないと思ってます。なぜかというと、このウクライナとのつながりなんでね、アメリカ政府は十分知ってるわけですから、それをですね、ウクライナが公式な状況ではなくて、なんか先走った議員がですね、ちょっと言っちゃったっていうだけであるならば、別に対局にね、影響を与えないし、大した情報じゃないと思うんですよ。ただしね、ウクライナ政府が正式なね、公表をこれをしたっていうんであれば、これはね、大ニュース。どういう大ニュースか。これね、バイデン罪かって書いてあるでしょ。バイデン罪じゃないんです。バイデンは積んでいるっていうことになるんです。もうバイデンは積んでいる。バイデンこれで終わったかもしれませんね、みたいな情報いっぱい流れるじゃないですか。違うんです。これほんとウクライナ政府が公式で流したとしたら、クマさんだよ。それこんなこと言ってるのもクマさんだけだから、あれなんだけど、これね、バイデンは積んだって、すでに積んでいるっていうことなんです。どういう状況か言いましょうか。まずね、ウクライナとバイデンの関係っていうのを、まあ、知ってる人多いからすげえざっくりやっていきますね。ざっくりやっていくと、2014年に、ロシアがですね、クリミア半島に侵攻したじゃないですか。侵攻とか、選挙にも介入して、まあ、合法的、まあ、違法なんだけれども、ウクライナ半島をロシアのものにしたんですよ、強引に。じゃあね、ロシアのものになる前のクリミアっていうのはどこの国のものだったのか。ウクライナのものだったんです。うん、だからウクライナはもう激怒するわけです。だからウクライナとロシアはもう戦争状態になっていくわけなんですけれども、ただね、ウクライナとロシアがまともに戦ってウクライナ勝てるわけないじゃん。勝てるわけないんですよ。だからウクライナはどこかの国に助けてほしいわけです。で、この時にですね、この2014年の段階で、オバマ大統領の時ですよ。この段階で、アメリカは軍を出してでもウクライナを助けるべきだって言った人間がいるんです。それが誰か、バイデンなんです。あらら、バイデンさん、あなた正義の味方ですか？で、それで聞くとバイデンさんいいやつだなと思うよね。うん。で、この時にはですね、もうオバマさんにですね、もうウクライナ、米軍を出してでもウクライナを助けるべきだって言ってるんですよ。しかしオバマさんは出さなかった。日本の報道はこの辺で終わってます。うん。でもね、この後もいろいろあってですね、なんならね、アメリカの最新の武器をですね、ウクライナに販売するべきだって言ってね、もうとにかくウクライナを助けようとしてるんですよ、バイデンさん。うん。いや、この正義の味方、そこまで聞くだけだともう、バイデンさんすごいじゃん。なんか、ロシアがね、無理やりね、侵略してきたね、土地をね、助けようとしてると。いや、もうそのさ、正義を台湾にも向けてくるよ。もう台湾にも武器もっと売ってくるよとか思うんだけど、ここまで聞くと、バイデンは正義の味方なんだけど、こっから先がやばかった。はい。ウクライナ政府としてはですね、何としてもアメリカにバックボーンにいてほしいわけですよ。だって、アメリカがね、ウクライナを助けるぞっていう声をもう出せなくなっちゃったら、ウクライナは多分ロシアに一気にやられてしまうから。うん。だから、ウクライナは何としてもアメリカに助けてほしかったわけです。うん。で、助けてもらう方法として、バイデンさんにお金をたくさん渡しちゃったんです。多分そうなんです。確かそういう、ざっくりと、そういうことになるんです。うん。だから、
実際に、オバマ政権は2016年に終わってね、ね、トランプ政権にもなったりしたと。で、トランプとロシアは、なのは仲いいじゃん。トランプとプーチン、なのは仲いいじゃないですか。これはまずいと思ったウクライナがですね、ここアメリカのね、議員の中でですね、ウクライナを助けてくれそうな議員さんにですね、探したわけで、でもそうなったんですが、もうそれはバイデンだよね。どう考えてもバイデンだよね。うん。だからね、バイデンさん、今後も助け続けてくれということで、バイデン一家にお金をジャブジャブと、ウクライナをジャブジャブとバイデン一家にお金を渡すわけです。で、そのバイデンを通じて、当時のアメリカ民主党であるとか、なんなら共和党の一部にもですね、そのお金が流れてたんです。流れてたんです。で、これがウクライナ疑惑と言われてる。超ざっくり言ったけど、そういうことなんです。なんならね、このね、米軍を起こしても、ウクライナを助けるべきだって言わ、ね、バイデンさんが言う、ちょっと前からもうすでにウクライナからバイデンにお金が流れてたっていう話もあるくらいで。だからね、もうね、このお金を受け取っちゃった時点でもアウトなんですよ。アウトなんですよ。うん。国際法上で見てもね、このロシアの行為というのは正しくないわけだから、その金を受け取らなくても米軍を動かす理由には十分なるんですよ。なるんですよ。しかしね、そこでお金を受け取っちゃったってなったらですね、もうこれは許されないんですよね。これは許されないことなんですよ。っていう状況がこのウクライナ疑惑って言われてるやつなんですね。で、この状況っていうのは当然アメリカ政府も掴んでいたわけなんだけれども、で、今回ね、今の状況で言うと、じゃあなんでウクライナは、もうウクライナ政府が出したとしましょう。じゃあ、ウクライナ政府は、このバイデン陣営がね、窮地に陥るような情報を出してしまったのか。ここが問題なんです。ここはもうな、だって、ウクライナとバイデンなんてさ、もうほぼ共犯じゃん、そういう意味で言えば。ほぼ共犯状態だね。金をもらったってバイデンが言ってもウクライナはピンチになるし、もうアメリカも助ける気なくなっちゃいますからね、そんな言ったらね。だからバイデン君には絶対にウクライナが渡した金のことをバイデンは言ってほしくない。で、しかもね、これもバイデン側もウクライナがもしこんなことでね、バイデンにお金を渡しましたとか言ったらですね、バイデンの政治生命ほぼ終わりになっちゃいますからね、バイデンの支持は少なくもなくなっちゃうわけですよ。だから、お互い共犯関係で、もうどれだけね、こう闇でね、こうウクライナにお金もらってるでしょ言われてても、お互いは認めちゃいけなかったんです。お互いはお金は渡しませんよ、そんなことはありませんよって言い続けなければならない関係だったにもかかわらず、今回ウクライナの政府が公式にバイデンの汚職情報を流して各国の法務機関に送付しちゃってるんです。おかしいでしょ。だってね、こんなことをもしやってしまったら、はい、バイデンさん、次期大統領と言われてますよね。はい、次期大統領にバイデンがなりますと。でもね、こんなことをやっちゃったらね、もうウクライナのことを助けてくれなくなっちゃうんですよ。バイデンさん。そうでしょ？バイデンさんは、だってね、こんなね、バイデンさんは絶対に秘密に起きたかった情報を、ウクライナ政府の側が裏切って、バイデンは汚職をしているぞっていう情報を世界各国に流しちゃったんですよ。で、そんなことをしてしまったら、ね、大統領にたとえバイデンがなったとしても、絶対バイデンはウクライナを見捨てます。絶対に見捨てます。助けてくれません。で、そんなことはウクライナも分かってます。じゃあなんでこんな情報をウクライナは流したんでしょうか。はい。これは結論言いますね。政府同士の情報の中では、例えば熊さんたちが知ることができない政府同士の情報の中では、今回のアメリカ大統領選挙は、おそらくトランプが勝つってほぼ確定してるんです。いや、それはそうなんですよ。だってバイデンが勝つと思ってるんだったら、こんな情報をウクライナは絶対流しませんから、死んでも流さない情報をなぜウクライナは流してしまったんでしょうか。はい、これはバイデンが負けるっていう確証を得たからなんです。トランプが勝ってしまうっていう確証を得たからなんです。じゃあ仮にね、トランプがもし再選してしまったとしたら、ウクライナはどうなってしまうんでしょうか。頼みの綱のバイデンはもう失脚するわけです。まあ、こんだけ選挙の不正の情報が上がってきてますから、これでバイデン負けたらですね、もう完全に政治生命終わります。今まで助けてくれてたバイデンがいなくなってしまうんです。となると誰に助けてもらうんでしょうか。トランプに助けてもらうしかないんですよ、ウクライナは。そうでしょ。他に助けてもらう人いないんだから。だから、トランプさんと、ここでバイデンを潰すための決定的な情報を政府の公式情報として流すから、もしトランプさんがトランプ大統領になったとしても、僕たちを助け続けてくれっていうメッセージなんです。これ、クマさんの妄想です。はい。でも、クマさんにはそうとしか思えないんです。この状況でこの情報が出てくるのはもうそういうことだとしか思えないんです。これワンチャンね、別の方が言うには、例えばこれはね、バイデンをとっとと叩き落として、カマラ・ハリスをさっさと大統領にするためだっていう人もね、なんか少ないニュースの中ではいました。いや、だとしたらタイミングが変。1月の20日を過ぎてからこの情報を流せばいいんです。今流す意味ってあるんでしょうか？今流したら誰が喜ぶんでしょうか？トランプさんしか喜ばないんです。そしてトランプさんを応援しようと思っている人間しか喜ばないんです。この情報のおかげで、やっぱりバイデンはおかしいと。バイデンはやっぱりこんなやつを大統領にしてはならないっていう声が大きくなるんです。その結果、1月6日に人がたくさん集まることになるんです。
ね。この12月のこの段階でこの情報を流して嬉し、流されて喜ぶのはトランプ陣営だけなんです。カマラ・ハリスだって喜ばないよ、多分。だからこれ1月20日を過ぎてから流してたらね、カマラ・ハリス、お喜びっていうことだったと思うんだけど、そういう状況にならないんです。これこう今言ったのは全部クマさんの妄想、クマさんの妄想。しかし当たってる気がしてならない。はい、もう一回まとめるね。はい、ウクライナの政府はおそらく極秘情報をつかみました。どんな極秘情報をつかんだでしょうか。今回トランプの再選は確実だっていう極秘情報をつかんだんです。で、今の状況のままトランプが再選してしまうと、ウクライナはおそらく国がなくなります。だって、バイデンに対するね、おかしな情報を持っていたにもかかわらず、その情報を持ってトランプを助けなかったんです。トランプからしたらね。となったらトランプはですね、おそらくウクライナを助けないんです。しかし、頼みの綱だったバイデンは、ね、トランプが再選したってことは、バイデンはもうおそらく失脚してるんです。となると、ウクライナはアメリカの後ろ盾を失ってしまうんです。その状況を何としても避けなければならなかったウクライナ政府が苦肉の策、最後の策として取ったのが、バイデンのね、やばい情報を世界各国に流してトランプを応援するっていう、この今回の情報だったんですが、いかがでございましょうか。これ、やばいね。だからね、バイデンは罪かではないんです。バイデンよ、お前は積んでいると。バイデンよ、お前はすでに死んでいる。いや、これ最初に挙げた、あれ、北斗の拳と繋がっちゃってね、繋がっちゃってね、そう、バイデンよ、お前はすでに死んでいる。そういう状況なんです。はい。というわけで、うまく繋がったね。繋がったことで終わらせてください。というわけでですね、今後ですね、おそらくですね、こんな感じで前から言っていた、熊さんね、言っていた、ディープステート側の願いに、これ起きるんじゃないですかって言っていた、はい、起きているよね、起きているよね、これからも多分起きるぜ、もう起きるためには熊さん、動画にしようと思ってるんで、もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。というわけで熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。